それでは、進化と自然選択について解説します。進化は大雑把に2つに分けることができます。進化のうち、種の形成、種文化が起こるような大きな進化を大進化と言って、種文化に至らないような小さな進化を小進化と言います。実は、種の文化みたいな大きなレベルの進化だけではなくて、遺伝子頻度の変化なんていう 小さい変化も進化に含めることがあるんだ。例えば、はじめの集団がラージ A という遺伝子をたくさん持っていた。そして、何やかんやあって、ラージ A の遺伝子頻度が減って、スモール A の遺伝子頻度が増えた。遺伝子頻度が変化したので、これも進化の一つと考えることができるんですね。現在では、 このなんやかんやっていうのが具体的に何なのかについてまで研究が進んでいます。遺伝的不動っていうのは偶然に遺伝子頻度が変化することです。例えば、たまたま偶然、スモール A っていう遺伝子を持った個体がたくさん子供を残していった。ね。そしたらスモール A の遺伝子頻度が上がった。こういうことを遺伝的不動っていうんだ。偶然による遺伝子頻度の変化。 別に、スモール A を持った個体が何かしら有利だったわけではないよ。たまたま偶然多く子供を残していっただけね。でも偶然以外でも遺伝子頻度って変化しそうだよね。たまたま偶然多く子供を残したとかじゃなくて何かちゃんとした理由があって多く子供を残す。そんな場合もありそうだよね。それが自然選択だ。 ちょっと詳しく見ていこう。はじめにちょっと固い定義を説明します。自然選択とは遺伝的多様性を持つ同一種内の個体間に繁殖力や生存力の違いが存在することにより、それぞれの遺伝子型によって子孫を残す割合が異なる。そういう現象を指す。また少し言葉を変えれば、ある遺伝的特性を持つ個体が、それを持たない個体よりも、その特性のために、 高確率で繁殖しやすくなったり、生き残ったりするプロセス。それを自然選択という。まあ簡単に言えば、集団の中にもいろいろいるでしょって。で、ある特定の特性を持った個体が、高確率で繁殖しやすくなったり、生き残ったりする。そういうプロセスを自然選択と言うんだ。遺伝的って言葉がいっぱい出てくるよね。 遺伝的特性とか遺伝的多様性とか。僕たちは遺伝する特性に注目してるんだ。え遺伝しない特性なんてあるんすかって思うかもしんないけど、あるでしょ。例えば、あなたは練習して口笛が上手くなった。隣の子は口笛が吹けない。でもそのあなたの口笛を吹けるっていう特性は遺伝はしないでしょ。 僕たちはそういう遺伝しない特性じゃなくて遺伝する特性に注目して話をしていくのね。ここからはものすごく大雑把に自然選択のイメージをつかんでいこう。例えばある生物の持つ遺伝子に突然変異が起きて首が長くなる個体が生じた。首が長くなったその生物は餌が食べやすくなる。首が長くなったから餌が食べやすくなって 生存力が上がる。生きやすくなる。たくさんエネルギーも得て繁殖力も上がる。すなわち他の個体よりもたくさんの子供を残すようになる。そうするとこの首を長くさせた遺伝子はたくさんの個体に広がっていく。これが大雑把に見た自然選択の理論上のイメージだ。もう一つ自然選択のイメージを見てみよう。あるガがいるとする。 黒い体色の個体の遺伝子型はラージエーラージエーもしくはラージエースモールエー白い体色の個体は遺伝子型がスモールエースモールエーであるとする。もし、これらの蛾の生育する環境の背景が白っぽかったら、黒い方の蛾は白い方の蛾に比べてすごく目立つから、鳥に見つかって食べられちゃう確率が増える。そうすると、遺伝子型スモールエースモールエーの 白い個体が増えてくるわけだから、スモール A の頻度が上がっていく。今度は何かしらの原因があって、背景が黒っぽく変化したとする。そうすると今度は白色の個体が目立つようになって、鳥に食べられてゃ確率が上がって、スモール A の遺伝子頻度が減っていく。黒い体色の個体と白い体色の個体で、生存力に差があるよね。それによって遺伝子頻度が変化している。これも自然選択の例だ。 以上、進化と自然選択の講義でした。実際は、この進化の理論の話って、ものすごく複雑です。分かってないこともものすごく多い。だからみんなも、こう、細かいところまで全部暗記しようってよりは、まあ、大きな流れ、ね、大きな、この現象の流れを掴んでおこう。